学園通過者男子29人、この顔写真を見てもらい、札幌の女子50人に推しメンを聞いてみた。一緒ちょっとアウトバイヤーがあれですからね、声かけてこれを押してくれた。すごい筋肉がありそう。せーので、ちょっと悩んだんですけど、目が綺麗なんかしっかりしそうだなって、真面目な感じで責任感もありそうな人だなと思って、はい、指名を知ってください。川口くん、はい、川口くんはどんなところが、あ、なんか塩顔が好きなんで、塩顔、一番塩顔っぽいかなと思って。塩顔なんですか。私、四角い顔好きなんですよ。四角い顔好きって笑われちゃってる。ここがしっかりした人が好きなんでね。顔も結構タイプです。私の一番の推しメンの人はこの畠山君。いや多いな。です。なんか顔立ちがとても整っていらっしゃると思います。いや、この林裕太君です。なんか髪の色とこういう感じの人が好きなので、割と髪型と、あと色白がいいです。あ、福野さんで、私濃い顔が好きなので濃いんで、いけるでしょすぐ。私たちの推しメンは丸山くんです。丸山くんで、かっこいいのと可愛いのとギャップが2つ持ってるのがいいなと思います。はあ、まあ、顔だけでどの子がいいですかっていうところで、1位が丸山楓斗くん。彼なんだね、1位ですね。でも結構僅差らしくて、まあ畠山くんの名前もよく上がってましたし、あと佐藤壮太くん一応2位らしいですよ。なるほどね。 どっちなんだろう。なんかこう、はい、しっかり顔が見える派と、ちょっとこう おしゃれをいろいろと持ってる人がいいっていう、はいはい、帽子やっぱ流行ってんだよ今、このつば広いのがね。さらに今回調査したのは外見だけではありません。男子の内面を知るための筆記テストを実施。その問題がこちら。ハムスターが死んで悲しむ彼女、あなたは何をしてあげる。回答したのはこちらの6人。僕がペットになるよという箕島くん、内山くんは忘れさせるくらい楽しいことをする、宇野くんはハムスターは天国へ行って星になったんだよと慰める、滝原くん彼女に1日付き合い元気づける、そっと彼女の後ろに行き抱きしめるというのが鈴木くん、そして悲しんでいる君を見る方が悲しいよと慰めるのが島くんです。顔と名前を伏せて6つの中からビビッとくる回答を選んでもらいました。ベストはこれですね。それを忘れずぐらい楽しいことをする。触れてほしくないよね。うちはこれですね。私もこれ。触れたい気持ちもあるしな、こっちからしたら。忘れることはできないんですけど、その時だけでも楽しいこととかしたいですね。ダメ、ペットになるよ、キモい。なんか言われたらちょっと冷めますね。大丈夫と聞いてもそんな信じられないと思う。ちょっと彼女の後ろに抱きしめるってさ、ハムスターごときに大げさじゃない？ハムスターごとき。僕が大切なハムスターだったんだよ。ネズミでしょ。めっちゃいいかな。ナンバーワンは内山くんの忘れるくらい楽しいことをするでした。ちなみにじゃあその1位の
それを忘れるぐらい楽しいことするっていうのは、うん、この内山君。あ、彼か、はい、なるほどね、うん、なんとなくその性格だったりとか内山君がなんかそういうまっすぐな子なんだなと思って。そうか、悲しんでる君を見る方が僕は悲しいよって言った島君って。島君、本当にそう。あー、なるほど。あ、じゃあやっぱさ、シャポカブルベはそういうちょっとロマンチックな方面もこれからいろいろ攻めていって、はい、確かにそうですね。そう、どういう曲を歌ってもらうかだよね。別にハムスターだろうと犬だろうと金魚だろうと一緒だと思うんですけど、はい、私ね、はい、一番効果的だったのは、はい、うちの犬が死んじゃった時に、はい、彼氏がいて、はい、その彼氏に死んじゃったんだよっていう、結構こっちも動揺しながら言ったら、はいはい、すごい動揺してすごいなんか泣いた。もう逆に彼のことが心配になっちゃって、ほー、その犬が死んだ悲しさをちょっと忘れたのよ。すごくあれはね、ありがたかったんですよ。はー、上を行くっていうことで。そう。さらに外見からはわからない気遣いチェック。女子をときめかせる男子は誰だ。男子の性格を調査する問題。軽登山トレッキングデートに彼女がスカートとハイヒールで現れてしまったら。男子の性格が出た6人の回答。長崎くんはとりあえず映画でも見に行きますとデートを変更。畠山くんはそれで登るのと言いながらも動きやすい服を買いに行く。花岡くんは斬新だねと言って登れるところまで登る。登るんかい。彼女の心配をし軽く説教をしてから別のデートに切り替えるというのは山口くん。高山くんは着替えに帰ってもらう。笠原くんは行きたいのか行きたくないのかズバリ聞く。以上6名、顔と名前を伏せて理想の回答を選んでもらいました。これがいい。もし怪我でもしたらどうするのかと彼女の心配をしつつ軽く説教した別のデートに切り替える。怒ってほしい。意見は分かれても多いのが叱ってほしいという女子。これです。なんか前もって言ってたのにその彼女も悪いと思うんで、そこをしっかり正してあげるのも彼氏の役割だと思うんですよ。これかな。なんかはっきり思ったこと言ってくれてるのと、じゃあどうしたらいいみたいな対処してくれてるから、下が一緒に行こうみたいな。うん、積んでね。積んでね。逆にじゃあこれが一番ないなと思う。ああ、これだ。着替えに帰ってもらう。これどうしてない感じ。ショック。ちなみにこの中でダメな回答はこれ。これからデートなのに説教、軽く説教されたら落ち込みそう。本音を言いつつ後のフォローがしっかり。好感度ナンバーワンは畠山くんでした。まずこのどうですか、このセリフは。だからもうね、こうなってくるその、はい、女の心意気だよね。むしろ、はい、何言ってんの、私は山だろうと岩だろうとハイヒールで登るのよ、はい、っていう。もう根底を覆す、ね、女かもしれないじゃない、はい、だとしたら、はい、これ言われたらカチンとくるわ。私実際あるんです、ロケで。え、こんな山登るからって、うん、私スニーカーなんて履けるはずないじゃないですかと思って、それでもう怪我が来て。はあ、これはやっぱりちょっとかっこいいっすね、実際。そしたら、はい、地元の人に、はい、クマが出たって言われて。一方、残念アンサーは16歳男子の着替えに帰ってもらう。なんか僕結構意外でしたね。ああ、だから、はい、着替えに帰ってもらうっていうよりも待っててあげるっていう方が強いんじゃないですか。ああ、待っててあげるから着替えてくればみたいな。そうか、そこで突き放して終わりじゃなくて、うん、それでまたハイヒール履いてきたら女も女ですごい。時間かけて、ね、そう、赤かったのが評価。
この後はついに入学試験の内容を発表。イケてる男子たちが真剣勝負。一次試験合格おめでとうございます。これから皆さんには入学テストを受けてもらいます。その入学テストはお芝居をしてもらいます。入学テストはチームを組んでお芝居をすること。演劇経験者も未経験者も同じ条件。稽古期間は1週間。勘違いすんねん。やるぞ。一触即発、ピリピリの緊迫ムード。各チームの稽古の成果はいかに。次回は運命の舞台の幕が上がる。雨にも負けず雪にも負けず、私はそういう銅像でありたい。